皆さんこんばんは、村島ひろです。今日は私ちょっとベースをちょっと弾いてみようかなと思います。近所迷惑顧みず夜中にベースを弾く村島ひろです。ちょっとくだらんげベースを弾きますが、お付き合いくださいませ。音程とリズムを同時に鳴らすっていうことでグルービーな表現ができるんですよね。それに対してメロでメロディアスなこういうという感じの表現もできるっていう、一つの楽器でいろんな表現ができるんですね。あとさっきのスラップとかでこういうという表現もありますね。音楽によって使い分けたらいろいろできますよ。
清聴ありがとうございました。浦島ひろでした。